シモーネマリエ・トンプソンは、スリック・ウッズの芸名で知られるアメリカ合衆国の女性ファッションモデル。坊主頭、好き、歯、入れ墨といった特徴で知られている。ウッズは6桁の SNS フォロワーを持っているため、ソーシャルメディアモデル、またはインスタガールムーブメントの一部である。モデルとしては、マーク・ジェイコブスのモデルを務めたことで、最もよく知られている。 彼女は、防具のいくつかの国際版とカルバンクラインのキャンペーンに出演している。2018年のピレリカレンダーにナオミ・キャンベル、ルピタニオンゴ、ショーン・コムズなどの有名人と並んで紹介されている。2018年2月現在、彼女はモデルズ .com のトップ50モデルのリストにランクされている。トンプソンはカリフォルニア州ロサンゼルスで育った。 スリックウッズという名前は友人から与えられた愛称である。母親が投獄されている間、彼女は祖母に育てられた。彼女の母親は2019年2月に釈放された。彼女はモデルのアッシュスタイメストによって発見された。モスキーノとカルバンクラインのキャンペーンに出演。フェンティ、プーマ、イージー、フェンディ、マーク・ジェイコブス、ミューミュー、ジェレミー・スコットのランウェイショーに出演。 雑誌では、アメリカ、イタリア、日本版、ボーグ、グラマー、ID、ジャルーズ、ネットアポーター、デイズド、V、ラブに登場。商業的な仕事として、アーバンアウトフィッターズのモデルと務めた。2017年9月、歌手リアーナの化粧品、ブランドフェンティビューティーの顔の一人となることが明かされた。彼女は熱心なマリュファナ喫煙者であり、それを理由に、 いくつかのブランドから拒否されている。ウッズは両性愛者である。2018年7月、インスタグラムで妊娠を発表。イギリス版、L にて、子供の父親が、コートジボ RK カナダ人モデルのアドニスボッソであると認めた。リアーナが手掛ける、下着ブランド、サベージ・フェンティのファッションショーに出演した直後、息子サフィアを出産した。ありがとうございます。